皆さんこんにちは。人気子役として可愛い姿が大人気を博した女優の芦田愛菜さん。演技力もさることながら学業の面でも優秀だそうです。そんな芦田愛菜さんの父親もとてもすごい人のようです。一体どんな人なのでしょうか。これまでの経歴とともにご紹介します。芦田愛菜さんのプロフィール。本名芦田愛菜、生年月日2004年6月23日、出身地兵庫県西宮市、身長150センチ、血液型 A 型、学歴慶応義塾女子高等学校在籍、所属事務所ジョビーキッズ。経歴とドラマオーディションの秘話。芦田さんは一人っ子で、両親と三人家族です。芦田さんは3歳の時に母親の意向で芸能事務所に所属し、芸能界デビューしました。5歳の時に芦田さんは話題沸騰のドラママザーに出演したのですが、マザーのオーディションの年齢資格は7歳だったため、当時5歳だった芦田さんは年齢資格を満たしておらず、書類審査で一度落選してしまいます。しかし芦田さんの演技力を認めていた所属事務所の関係者が、ダメ元でいいからオーディションを受けさせてほしいと頼み込み、オーディションを受けられることになりました。そのオーディションではセリフや質問の受け答えが他の子役と比べると群を抜いて明らかに秀でていたため、キャスティングが内定しました。まだ5歳という幼さながら素晴らしい演技力で役を勝ち取ったそうです。しかも芦田さんを抜擢したことにより、脚本なども一部変更されたほどだったそうです。数々の出演でドラママザーで母親から虐待される少女役を演じ、世間に存在が大きく知られることになった芦田さん。高い演技力と可愛らしさが評価され、数多くの映画やドラマのオファーが舞い込むようになり、 NHK の大河ドラマでは主人公の幼少期を演じたり、2011年3月のテレビドラマさよなら僕たち幼稚園では日本のドラマ史上最年少で初主演に抜擢されました。翌月には社会現象となったドラマ丸物を着てに出演。鈴木福さんと一緒に主題歌である丸々もりもりをドラマの笹倉薫役で歌い、歌手デビューしました。すると同年の紅白歌合戦にも7歳で出場し、最年少出場記録を打ち出したのです。その後も数々の映画やドラマに出演し、2014年には映画円卓国庫ひと夏のイマジンで単独主演を務めました。家族に愛されながらも孤独を愛する小学生という難しい役柄でしたが、自然な演技で多くの人を引きつけたのです。芦田さんは幼い頃から高い演技力を持っていたことがわかりますね。実はとても優秀だった。子役として多忙な日々を送っていた芦田さん、多数のオファーを受け続けていましたが、小学6年生の2016年の夏に仕事を休止しました。理由は中学受験の受験勉強に専念するためです。芸能活動休止後の芦田さんは、進学塾に通いながら1日12時間以上勉強していたそうです。通っていた塾では、早稲田アカデミーの CM キャラクターに抜擢されています。一般的に中学受験の難関校を目指す子どもたちは小学3、4年生から勉強を始めるのですが、芦田さんは小学6年生の夏から勉強を始めました。かなり遅いスタートで異例だったのにもかかわらず、芦田さんは偏差値70を超える慶応義塾大学の系列である慶応中等部に見事合格したのです。さらに驚くことに、慶応中等部以外にも複数の難関中学に合格しました。実は女子の中学受験の最高峰と言われる女子学院中学校にも合格したそうです。中学受験の最高峰の学校に合格した芦田さんですが、入学は辞退しました。理由は中学に入っても芸能活動を続けたかったからだと言われています。女子学院は芸能活動を禁じている学校だったため、自由に芸能活動を行いながら勉強できる慶応中等部に進学を決めたのではないかと考えられます。この受験結果はかなりの努力をしないと得られません。丸物を着てで共演した鈴木さんは、
楽屋でマナちゃんはいつも勉強していると語っていたそうなので、芦田さんは仕事をしながらも勉強を続けていたのでしょうね。芦田さんは仕事も勉強もしっかり頑張っていたことがわかります。現在は慶応高等部に通い、マンドリンクラブに所属しています。マンドリンクラブに入部した理由は、新入生歓迎会で先輩たちが演奏していたマンドリンの演奏が素晴らしく、自分もやってみたいと思い、入部を決めたとのこと。科学研究会にも所属しており、自由に好きな実験を楽しむなど、学校生活を謳歌しているようです。父親もすごかった。優秀な芦田さんですが、父親もすごい人なのです。父親は、メガバンクの三井住友銀行の支店長を務めているそうです。芦田さんは、父親から王貞治さんの、努力は必ず報われる。報われない努力があるとすれば、それはまだ努力とは言えない、という言葉を教えてもらい、自身の座右の銘にしています。メガバンクの支店長とは、かなりエリートですよね。芦田さんの父親も相当な努力家だったのかもしれません。このエピソードだけでもただならぬ優秀さを感じる親子ですが、一体どのような子育てを行ってきたのでしょうか。芦田愛菜さんが子役時代から所属するジョビーキッズは、子育て応援本を出版しており、その本の中で芦田さんの両親の子育ての方法について載せています。その子育て方法とは、小さい頃の芦田愛菜さんと父親がいつも本気でごっこ遊びをすることでした。ごっこ遊びとは、小さい子がお母さんになりきるままごとのことです。もしかしたら、子役時代からの優れた演技力は父親との遊びの中で培われたものかもしれません。また、小さい頃から毎日両親が本を読み聞かせて、芦田さんにたくさんの本を与えていたそうです。おかげで芦田さんは読書をする習慣が身につき、小学校低学年にもかかわらず、すでに1000冊もの本を読み終えました。芦田さんは月30から50冊もの本を読むそうで、9歳の頃に読んだ山中伸弥教授の自伝、山中伸弥先生に人生と iPS 細胞について聞いてみたを読んだ時は、一番魂が震えたと語り、他の人の何倍もの努力をされているのに、その努力を楽しんでいると大きく影響されたことを明かしました。今現在も本が好きで、自身のことを活字中毒であると語っています。驚きの年収。芦田愛菜さんは好感度が高く、数多くの CM に起用されているので、テレビで見ない日はないのではないでしょうか。受験で休止する前は、年収が2億を超えているのではないかと言われていました。現在、またメディアへの露出が増えてきたので、年収は1億を超えているのでは?と囁かれています。とはいえ、事務所の取り分があるので、実際に芦田愛菜さんに入る金額は約3割ほどではないかと見られています。現在は、令和元年の天皇陛下のご即位をお祝いする国民祭典では、着物姿で祝賀メッセージを送りました。CM にも複数出演し、子役から女優へと成長を遂げています。2020年10月公開された映画星の子では、6年ぶりに主演を務めます。将来について芦田さんは、理系の研究の道に興味があると語っており、病理専門医や薬剤師になりたいと明かしていました。子役時代の可愛いイメージが強いですが、今の姿を見ると、可愛さの中に美しさも感じる素敵な女優さんに成長しています。多忙な生活にもかかわらず、その秀才ぶりには驚かされました。将来どのような女性になるのか楽しみですね。今後のさらなる活躍を期待しています。